ってますよ、全部。さすが大人がいいやな。見てこれ、サインカードばっかりを買い続けるっていう一番の幸せかもしれん、これ。サインカードだけで100枚ぐらいデッキ組みたいな。戦うね。林原めぐみあたりと戦うんか。で次はあこれですね。これも当たんなかった。鹿島さん欲しかった。鹿島さんサインないんですか。これは鹿島さんないんですよ。これ大人気それ絶対。めっちゃ高い、多分これより高いわ。はい、こんな感じですね。うん、その下はご中佐ゾーン。あーご中佐飽きた。やばい、チャロ、チャロやばいな。もう名前覚えとるもん俺。それすごくない、今思った。あーすげえな。これはシャロって言える俺がおる。鹿島さんとやばいさ。あこれはやっぱりカード回復やっとったうちに地味に覚えてきとるってこと。誰に対してアピールしてんの。いやこれは俺のことを高知高い言ってくるバカどもです。知ったかちゃうんけ。あー2枚ともいきます。じゃあそう大人がいやな。店長のせいがサインカードなくしたいんですよね。見どころのないショーケースにしたいんですよ。ドキドキしないショーケースにしたいの。全くドキドキじゃないショーケースですね。あこれも出てきとるな。めっちゃ多いな。これもリゼ、リゼ白沢加減。うまい。これもいきます。じゃあリゼ恐ろしいな。そこの流れでいくとこれ、そこもいきたいですね。やっぱりチノはないんですね。チノはねすぐ売れてしまったんですよね。うわこのご注射すごすぎやろ。これサインカードだらけってこんなになんかでっけえやなこれ。おっ高っこれ2万6000。それはエキストラパックのサイン、追加ブースターみたいな感じのものやねんな。これやばいですね。うん、これで買います。これあこれもこれはね、でもね実は同じ絵柄でこっちの子のサインバージョンがあるの。こっちの方がやばい。ココアですもんねこれ片方。そうチノの方がやばい。チノの方がやばい。チノバージョンの方がもっと高い。どれが高いんですか。3万いくかもしれない。あやば、あここも1万2000。これがストラクチャーの。あーストラクチャー、うん、これが2枚絵になってるんですけれども、はい、相方にチノなんですよね。まだチノが高い。そうチノの方が高いって。じゃチノは両方いないですか。いないね。こうへんねんチノ。やっぱ手放さへんのよねみんな。やばいですね、チノの人気やばいですね。うん。